くん、サンガイさん、チアイさん、 TK さん、ブルーグラスさん、あーごめん、コメントが消えた、コメントが消えた、コメントがちょっと消えちゃった、 すまんない。ダンさん、熱帯ウリンさん、チュッシーさん、高坊さん、カズさん、チュッシーさん、カズさん、高坊さん、キッチーさん、アフタさん、ジュンペイさん、ズキュアンさん、シュバシさん、アルアイさん、カンオカサンドラさん、マサチさん、モモスキーさん、ヤッホー、名前まだ違和感あるの、タイパンさん、ミンタロウさん、ユンクさん、ヤッホー、キャートムさん、こんばんは、明日配信、いや玉ねぎの千切り初めてした今日、でも初めてにしちゃまあまあ上手じゃん、なんか今日はめっちゃ可愛い、嘘、全然今日はコンディションが悪いんですリアさん、こんばんは、呼ばれなかったら寝る、あー拗ねたなごめん、普通に見落としてた、すまんぬ、ね、山地さんなんかね、今日怪我したんじゃないんですけど、私毎日リンゴ食べるんですよ最近、痛かった、ここが痛いです、カラオケ歌うときは、行くときは現実を知りたくないので私は採点はしませんハンバーグじゃなくてね、なんか唐揚げ作ったの、でも唐揚げはなんか唐揚げ粉みたいなの買ってちょっと楽した、そう明日もやろうかなと思って、で明日はちょっと早めに配信しようかな、起きてたらそうで、なんか明日31日が予定、お仕事と予定があって、なんかんで火曜日、明日かさ、火曜日しか病院行くときなくてさ、で明日行こうかなと思ったんですけど、予約するの忘れとってから、でなんか火曜日でも美容院、あれ美容院休みって月曜日だっけ、あじゃあいいやあれ、私ね、たまに料理するんよ、そうじゃあ今日は明日行き分だったの、明日もしようかなと思った、玉ねぎ痛い、なんか玉ねぎをさ、なんか辛いのを取るのに、なんか最初温めるみたいな、でも私それ忘れとってからさ、そう言ったかった、自分で作りましたえ、なんかね、そうレンコンがね火通らんくってね、ずっと置いとったら焦げた私のから帰宅、おっゴーしまーすなんかリンゴこうやって持って、こうやって包丁ザクってやったらザクってなりました。そう、エイチさん、大輔さん、こんばんは。そうそう、ちょっと誕生日多い。50はないけど、なんか最近いつもさ夜とか深夜とかばっかりだったけん、わかんない。トークン、こんばんりんこん。30ちょ、広島にいる、なんでシアさん、こんばんは。そう、髪伸びて美容院行きたい。なんか料理できんけどさ、でもしようと思えばまあまあできるよ、自分多分レシピ見ながらだけどそうじゃろ、やればできるの。そう、家族が喜んでくれました。もっちん、こんばんは。炒めし定食さん、はずっちさん、こんばんは。 T さん、うま、ありがとうございます。ママ誕生日
ママ誕生日、なんか本当はねケーキ作りたかったんだけど昨日、でもめんどくさかったからやめた。ムヒョンさん、アニュアンセヨ、はじめまして。저는林子イムイムニだ。たくさん、あれ、あ、美容院じゃ火曜日行こう、明後日行こう。そう、もう今年の目標はなんですけど、私ねいつもねコンビニばっかりなんよ。なんかお母さんとかがご飯作ってくれる以外ほぼほぼコンビニとかデリバリーとかばっかりじゃけ、自炊したいなっていう目標、花嫁修行がある。七子さんこんばんは、みーちゃん、くりみーさんこんばんは、ぬくさんこんばんは。うん、なんかそんなに吹き出してないけどね、なかなかいっぱくりか。そう、誕生日明日、多いですね、 LINE 送らなきゃ。懐かしい。でもまあまあまあだってした。あ、じゃあ広島会うかもね。しやさん、しっかりありがとうございます。 YDK のハンバーグ作ったことない。でもいつか作りたい。明日昼とか夕方とか夜とか配信しようかな。でも、どうしよう。まあでも明日はちょっと早くしたいんですよ。それは無理。私はレシピ、でも今日作ったレンコン、ほうれん草、エリンギ炒めはもう見ずに作れ、あとトマト玉ねぎも作れる。あいちゃんこんばんは。和食、嘘、和食なん、唐揚げって。本当によかった。てかメール取ってくれたんじゃね。そう、ケーキ、そうです。ベアテさんこんばんは。ダメです、今日もうみんな下におる。お母さんはね物欲がないらしい。なんか4月1日にさ公演があるけ、それまでに行きたいなって思っとったんじゃけど、ダーシャもあるし、でもどうじゃろ。そう、なんか明日長いんですね。そう、4月3日のお話し会はロリロリリンコですの日ですね。たくまかしさん、よしさんこんばんは。そう、添加物ばっかりちょっとだけ。そう、花嫁修行しようかな。なんか料理配信ねしたいんじゃけどさ、あんまキッチンが使うのよって実家 なのであんまり、なんかね自分の家のキッチンは2階にあってリビングと接してるんですよ。じゃあんま、まあ、お父さんがなんかいない日とかはしかできん、飲みの日とか。いやんちさん、オープンありがとうございます。職務室をされたの。明後日の朝に広島着き、お、会えるかな。クックパッド、そう、なんか玉ねぎをみじん切りにしてお酢と胡椒と塩と天才糖とか、あとなんだっけ、いろいろ入れて冷やしたトマトにかけるだけ、美味しい。かなすけさん、ハートありがとうございます。いや、姉さんやっほー、はるさんこんばんは。できる、大さじできる。かなすけさん、ハート、りゅうへいさん、バラありがとうございます。メール何気取ってるよ、さすが。そう、りんこしかだよ、君分かってるよね。3月1日嘘、つかん。なんかそういうなんか行事はめんどくさいから私は やりません、あんまり。
なんでこんな星になってるの。そうなんかでも配信しながら料理するのは難しい。の日ケントとのオーズおー写真撮るよ。よっちゃんこんばんは。料理そうフルーチェ、なんでフルーチェ。ハンジさんこんばんは。そうそうその身の日とか出張とかそういう日しかあんまできんかも。ケンさんやっほー懐かしい料理配信。ケンさんお疲れ様です。ね、みじん料理名適当わからん。トマト玉ねぎなんちゃらみたいな。広島に帰ります。あらどこ行ってたの。でも花嫁修行とか言いつつ自分は結婚はしたくない今のところ。そう夜できるの。ごまのドレッシング。見てみよう料理の指しでしょ。なにそれ。さ刺さない、し死なない、す酢の物おいしい、せ狭い狭くならない、そうそしておいしい。わかんないねえ。スペイン弁ね、スペイン弁さまたやってほしいな。あの現地回るやつ早くしてくれ。あーにくんりんたろーありがとう、くまありがとう。そうわかカメ好きだから。あやちゃんハート、まふも好きさハートありがとうございます。まだ痩せてないんだけどな、全然むしろ太ってた。あなるほどなるほど、サラピがね。もうりょうたさんこんばんは。はーい、部屋行ってる遠慮。結婚したくなったらお願いします。なんかねでもね本当に結婚したいと思わないんですよ私。なんか自分の学校の友達とかはなんか言っててもう結婚したいみたいな言ってるんですよ。もう結婚したい、ずっと結婚したいって言ってて、でも本当に結婚欲が全く分からなくてやばいなって話。分かんない何それ。たくんこんばんは。あ待って、提出物出したっけ。おー明日までした。そんな、あささんこんばんは。ニットごとじゃない、ニットごと、あーそうね。なんかこの前の5枚目のスペイブは本当に神だった今思えば。だって私あのスペイブに私のファンのあの女の人が来てくれたんですよ。一緒に喋りながら歩いたけんね、もう神ですよね、デートみたいな感覚で。そうあれはもうもう一回するべきだと。あでもね、あまあでもその時も言うてコロナだったけあれだけど、リラックスリンクちょっとだけ欲しかな。あ渋谷楽しみ。昨日公演見て気になるようになりました。あ嬉しい、ウィンウィントロールさん嬉しい。自分の目標で公演で私のこと気になる人を作るって目標なんですよ。ありがとう嬉しい。そりゃわざとよ、だって指しすせそうなんてわからんもんだって。絶対会ってないんだろうなと思いながら言った。試験おーファイト、若さゆえ。でも私ももう18。ガンマくんこんばんは、一
してません、結婚。かわいそう。センキュー。あ、サボーさん、こんばんは。買った明日まで。何がそれ中止がすっちゃい。そう、私も引きました。いや全然今月、ま、本当に全然つながりできてない。167日、ありがとう。そうしよう、私物サイン会にさ、そうみんな婚姻届け持ってきてここにサインしてくださいって。あ、じゃあ STU の提出物の方です。ガーモンコさん、お疲れ様です。めっちゃコメントくれとる。そうそう、一緒に話しながら喋った。あれは自習デート。僕も公園見て気になりました。嘘つき、昨日公園見て気になりました。嘘つき。あんにゃせよ。そう、目標、わあやった。そう目標です。この前の公演は想像して気になりました。嘘つき。4周年見て気になって予約見に来ました。嘘つき。なんちゃんこんばんは。最初は公演見て気になりました。嘘つき。自分は昨日気になりました。嘘つき。毎回気になってたんですよ。前え、な、それはうん。1日の声も行きますよ、待ってます。得意、え、そこまでではない。得意料理、普通に。でも米炊くの、お米炊くの上手。自分水加減とか上手。ひろさんこんばんは。そう、あ、でも絶対スタッフさんから追い出されるかも。熊之助さん、ハートや三階さん、吉野もありがとうございます。はいはい、昨日やおちゃん気になりました。退場。困ります。部屋で一人でやってた公演見て。え、またやりたいなあれ。でも今太ってるけん全身映したくないんですよね。飼い犬が気になってきました。どういうこと？飼い犬が気になってきました。あ、そうですか。やめて、やだやだ、もうおかしいもん。そう、あ、そう、昨日の公演配信なかったじゃないですか。いつもキャッチフレーズのワンワン本気でやらないんですけど、昨日本気でやった。そう、自分もお米固めが好きなんよ。そう、夜しか寝れません。メンバー、え、分からん。スペイベどうじゃろ。でもね、今ステュー入ってから一番体重が重いです。そう、今本当にやばい。あの去年の舞浜の時もが最高記録だったんですけど、普通に更新しました。ダメ、あのなんか断食っぽいことやったんですよ。絶対ダメだ。あの断食っぽいことやったら、4周年前ぐらいにやってたんですよ、断食っぽいこと。絶対あの来る、またなんていうの、その分の欲が来るけ、ダメ、また太った。やだやだ、見ないでください。まだか、会見やめてください。お父さんこんばんは。そう、舞浜の時から気になってました。知ってます。知ってます。そう、公開しとくともう帰れん。いや、そこまでは、うん、なんか、いや、まあでも、まあ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 、うん、まあ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 。ファンリンコになりました。なんだ犬って。そう、もう言いたくない、もう言えない体重。そう、
え、でも絶対 あと数日では痩せなきゃいけないんです。私はお仕事的に痩せます。 MacBook、 やりたい。そう、いや、ちょっともう今は家連体重そうだ。でもそう、なんか前浜の時はなんかね、良くない太り方よく今も言うとあれなんだけど、え、前浜の時はなんか、なんじゃろ、前浜の時はなんかね、なんか私顔変わったかな、私なんかね、メンバーにさ、めっちゃさ、なんか優しい顔つきになったって言われるんですよ。そんな、お、え、何もしないんだけどな。ひとごとさん、こんばんは。前浜も見に行ってた。おお、目合ってたりして。じかたさん、こんばんは。いや、違う、あの、受け付けてないです。はい。でも、自分的にはヨシリンからリンコに変えてよかったと思う。リンコの方が好き。だって、なんかリンコの方が良くない？そう、4月3日までには痩せてますね。グラビアとかじゃない、普通に撮影、あの、全体撮影があるから。犬さん、ハートありがとう。やばみ、そう、アーシャもだし、そう、頑張ろう一緒に。太ってる方が好き。あ、痩せれんくなるじゃんそう、犬さん、ハート8個ありがとうございます。もうなんかね、え、なんか今はなんかまだ、あ、でも言うて前浜の時も運動しとった。もうよくわからん。カズさん、こんばんは。花ちゃん、こんばんは。カネキさん、こんばんは。うん、そう、なんかすごい言われるけど、大人の言うなんじゃろ。でも、うん、でも多分、うん、メイクが薄くなったのが要因かな。なんか前浜ら辺の時はなんかめっちゃ、なんかアイドルはメイクが濃くないといけないんだみたいな思っとったっけ。あれじゃけど、リンコの犬さん、ハートありがとうございます。なんだろう、あ、なんか 目つき変わったって言われるけど、普通に他のメンバーの間で話題、え、そうなん、そうなん、知らんかった柔らかくなった気がします。やっぱメイク薄くしたかもしれん。そう、なんかもうアイドルはメイクが濃くないといけないんだみたいな初期の時は思ってたから。でももう今はめんどくさくて薄くして、うん、ランニング嫌いなのでしてないですこういうのも気にならなかった。嘘、本当。次のスーさん、こんばんは。もうポテチは最近ちょっとあんま食べてないで、最近食べとるのはなんか、最近はね、納豆をめっちゃ食べとる。納豆、リンゴもなんか、リンゴ私冷凍庫入れて食べよ、美味しい。あと、うん、アイスも安定で食べるのでして、あとジュースをいっぱい飲んでます。トリダーさん、花ありがとうございます。着てるお洋服のセンスそれはそうだって、私レッスンの時にね、あの緑のジャージでレッスン行ってたもん。でも今はちゃんとしてるいやいや、リエステさん、おやすみ僕の中で、あ、そうあ、そう、本気はセイさん、こんばんは。はい、見つめました。もう今日は唐揚げ食べたけど、メイクじゃなくてもかわいい。ありがとう、ニューマさん、こんばんは。そう、幸せバターがあのね、なくなりました。なんか気づいたら消えてた。もうやめましたアイス美味しい、アイスは最高。もうアイス、もうアイスよ、やっぱアイスって気づいた私。だってアイスって、なんかアイスって365日食べれるから、
やっぱアイスってことに気づいた。ミンミンとミンミンとアロエさんハートありがとう。そうポテチコラボね。ねサラペのラーメンねまだあるんですけどもう消費期限がやばいです。ひでくんさんハートありがとう。スタイルでいいと思った。本当？最近のおすすめアイス、最近ちょっとアイスこじらせとって、なんか市販のあんま食べんくてお店のわざわざ食べる、なんか例えばジェラート屋さんのミルクアイスとか、なんかソフトクリームとかお店でわざわざ買って食べる最近は。あとなんかサーティワンのアイスがコンビニに売ってあったから、それも最近食べようね。さあ私もねお腹弱いの、アイスは食べれる。皆さんバラありがとうございます。ラーメン食べると思うんだけどな。夜中に、本当は深夜の2時ぐらいに配信でこうやってテレビじゃない電気暗くしてラーメン食べる配信をやりたいんですけど、ちょっと別アカ作ってやろうかな。よしけさんこんばんは。ハメマの頭文字、知らんかった。よしかなさんこんばんは。芋薄はキムチチャーハンが一番美味しかったです。あれは美味しい、あれはすごい好みでした。そうなんか市販のじゃないミルクアイスが食べたかった。ポーラーベアとか、そう抜け出せない、もう抜け出せないです。あとアイス、なんかさソフトクリームメーカーを買おうとしてるんですよ今。いやでもソフトクリームメーカーのあるじゃん、こうやって出すやつ、こうやってボーってやつ、そう買おうと思ってさ買おうと思ってさ、なんかアマゾンで調べたら26万円とかでさやめました。1日1個怒られる。アイス紹介ねしたいんだけど、なんか商品名が入ってたらねケントさんがに引っかかるんですよ。これから積極的に料理をしていく。本当？本当？食べようかな。エクラクスティやるかな、出したい。やりたいよね。だって深夜ってさテンション上がるじゃないですか。やりたい。しかも私ね、なんか夜派なんですよ。夜起きる派だからやりたい。そうやりたい。そうなんですか。でも。正月、お正月、あ、そっか、きれいね。そう、キムチチャーハン美味しかったです。と妹さんはね、いつまでたっても感情間違えられます。そう、高かった。そう、業務用買おうかなと思って、でもあのアイスさ、パーキングエリアとかでさ、売ってあるアイス、あれさ、ないじゃないですか、コンビニとかで売って売っとらんけん、もう家で食べたい手軽にと思って調べたらしたからダメでした。鍵アカでよくフリート見に来てる人いるけど、私じゃない。だって私ね、あの STU の見バレが怖いから2期生のツイッターの方で見とる。ツイッターでフリ、あのファンの人のフリートは見てないです。そう、26万でした。はい、な、ひじくたさんこんばんは。プレゼントしたらおか、いや、え、ない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 。まあわかるよね。スープカレーさん、飲み物さん、お、こんばんは。ひじりさんハートありがとうございます。せいやさんありがとう。朝の5時はもう朝ですね。頑張って、おー、そう、やりたい。ジョージさん、小包みありがとうございます。そうそう、見バレするじゃないですか。やばれ、なんか一応前この STU の2期生のツイッターができる前に
なんかそう見る専用のアカウントみたいなの作ってたんですよ、ツイッター。でもなんか今全然見るよ、もあの STU の2期生ツイッター見てやってるから、まあは使ってない。のぶさんこんばんは。いやいや変えません。話会追加しようか迷っと。じゃあ自分がおすすめしたい日言うね。あそう、この日はちょっともう剥がさんといけ。ツンデレの日がいいよあなた。横山子さん、ツンデレの日はいつか忘れた。忘れたけど、なんかいつツンデレの日っていつだったっけ。6月27とかだったっけ。ちょっと待ってくれ。ツンデレの日、あ、5月29です。なんかプロフってなんだ、どういたしまして。契約書にさ、いや、やだやだ、怖い怖いって感じじゃない。違う、あのリンコが好きを見るの。リンコが好きを見るの。そうなんだ、そうツンデレの日がいいと思うな。名前変え、そりゃもうダメ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 、無理無理。もうでもなんか無理なんよね、なんかさ。でもさ、なんか自分さ、そう最近悩みがあってさ、なんかあと3分しかない、あと悩みがあってさ、公園でさ、なんか全然レスできんのんでね、なんかさ、もうなんか恥ずかしくてできん、なんかみんなさ、みんなあってウィンクみたいな、やっとうけど絶対できんけん無理。6月27日前にした、おお、よう覚えとる。話しか申し込みます、あっあっとる、初めラストできる。いや、ツンデレは最終的に出れる予定ですよ。そう、あ、まあいいや、ちょっと男女先を読みます。13位バスギアさん、12位サンガイさん、11位リンコの犬さん、うん、モモタンかな。10位ブルーグラスさん、パチ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 。9位期間限定のタオン氏横山子さん、8位ヒデくんさん、パチ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 ペロペロズ。7位ジョージさん、除雪作業中。6位やっぱりラインナットマークファンリンコさん、5位リンさんさん、4位阿部ちゃん、3位龍平さん、パチ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 で、2位青鬼くん、パチ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 で、1位は角さん、ありがばら。え、言えとった。絶対言えてないと思う。つなこさん、ありがとう。そう。え、言えとった？嘘。いや、でも昨日の公演はさ、なんかまあまあレスしたよ。とかまあまあやったよ、昨日のレスは。昨日はまあまあやったぞ。昨日は見たもん、昨日は瞳を見ようと思って。そう、ああと20秒、あら、じゃあ切れるまで待とう。おやすみなさい。そう、お腹の音。